ミエセス、俺一人勝ち。佐藤、一級で仕留められてよかった。佐藤テル、一級で仕留められたのはよかった。テルとミエちゃんのホームラン見れたからお客さんよかったね。ミエ、俺一人勝ち。ミエちゃんは良い意味で雰囲気読まんね。確実性上がればバレンティンなんだが。ミエちゃん以外と支給も取れるしな。客は佐藤テのホームランで満足やろ。バカみたいに飛んでた。ミエちゃんが代打の神様になったら面白いな。野口クラスに飛ぶし。佐藤のホームランだけでご飯3杯いけるわ。テルムランすごかった。ミエセス勝利やな。同じアウトでもミエちゃんのが井上や野口より内容ええな。上がらんだけでホームラン打ったやんか。今日はテルのホームランだけで満足よ。めった打ちの後テルとミエちゃんがホームランつも追いつけず。去年もこんな試合やったな。青柳さんが満塁打たれたやつ。ミエちゃん守備あんまりやのに左ピッチャーと代打も苦手なのがなんとも使いにくいやつやわ。ミエちゃん、ロサリオとかボーアとかと違って外すらくるくるじゃないのがいい。テルは筋力もあるからドライブラインでうまくいったとかなんかね。まあまだ結果はわからんけど。テルはホームラン打った後バッティング崩すときあるから今年もそこは心配やな。野手新戦力としては前川だけかな。小野寺が去年より使われそうだな。ミエちゃんは五分五分十分ちゃう。野手の新戦力なんて本来一人出てくれば同じやし。サトテルやっぱ化け物やな。柳田は4年目爆発したからな。今年サトテルは4年目爆発の年なるかな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。